今すぐ何か話してくださらないと私気が狂うわ。こんなところに閉じ込められて一人考えることしかできないなんて嫌。閉じ込められる。ではこの家はお前にとってそんなものでしかなくなってしまったんだね。ただの牢獄に。牢獄だとは言ってない。でもあなたは私を怖がらせてばかりだったわ。まるで知らない人みたいに。そうじゃない。お前は私を知り始めたところなんだ。私の頭の中では果てしない闇が広がっているのだよ。時々自分でさえ恐ろしくなるくらいだ。クリスティーヌ、もし私が他の普通の人と同じように生きることができたら、日の光の中で森を散歩し、むき出しの顔に太陽の暖かさと風を感じることができさえしたら、ああクリスティーヌ、もしお前が妻としてそばにいてくれたら、いろいろなことをやってみるの。昨日のようなことは二度と繰り返さない。もし結婚してくれたら、どんな条件も望みのまま受け入れよう。どんなことでも分かるかい。エリック、信じてないな。私が悪魔のような顔をしているから、構造はその通りだと思うんだな。違うわ。信じています。あの男、あまり長いことはない、6ヶ月くらいだろうか。そうすればお前は若い未亡人になる。本当の結婚をするのも自由だ。愛がはしない。たとえお前の愛を得るためだろうと。結婚してほしいとは言ったが、今すぐ答えなくていい。明日の晩戻ってきて、公演の後戻ってきて答えを聞かせてほしい。そうすると約束してくれるかい、クリスティ。必ず戻ってきて答えを聞かせる。たとえそれがノーであっても。悲しみを隠せる自信がなかった。だから24時間の猶予をクリスティーヌに与えた。なんてみっともない。私の指輪ではない。あの娘は私を愛してはいない。誇りだけが、誇りだけがクリスティーヌに断られるという試練を乗り越えさせてくれる。誇りだけが彼女の幸せを祈らせてくれる。礼節ある別れを可能にしてくれる。地上10階オペラ座の屋根の上にある女神の像、あれこそ私が登れる天国に一番近い場所だ。クリスティーヌ、一体どうしたんだ。何があった。ここではダメ。ラウル、どこか静かな二人だけになれるところへ行きましょう。たくさん階段を上がってもいいかしら。もちろん構わないよ。でもわからないな。ラウル、私怖いの。もし奴が君を傷つけたりしようものなら。違う、そんなことじゃないの。でもここでは話せないのよ。屋根の上へ出ましょう。暗くなってからあんなところへ行く人は誰もいないわ。それにこのオペラ座の中であそこだけがたった一つあの人のいない場所なのよ。私、特別な道を知ってるの。こっちよ。
上進んではいけない。あの人を諦めろ。これ以上行けば私はお前を、アラーよ、我を助けたまえ。起こるかもしれない。神に祈るのだ。神こそ最大の魔術師。あの醜い毛虫を美しい蝶に変身させられるお方なら、嫌悪と恐怖を愛に変えることだってできるはずだ。神様、お願いです。ほんの数ヶ月のことです。あの人が私を愛してくれますように。まだ3時間もある。ぐずぐずせずに今このまま行こう。そんなことできない。もしエリックが見ていて、私が最後にもう一度歌わなかったらどうなると思って。神様、どうしてこんなことになってしまったのかしら。クリスティーヌ、お願いだ。まさか心変わりするんじゃないだろうね。私、歌わなくてはいけないわ。ラル、たった3時間のことよ。今夜席はあるの？ない。君が出るなんて知らなかったから予約しなかった。だったらあちこち駆け回ってみて、必ずどこかに1枚ぐらい売れ残った席があるはずよ。5番ボックスがあるか聞いてみよう。いいだろう。やつはあそこに来るだろうか。だからどうしても歌うって言い張るんだね。本当にあの人が何をするつもりなのかは分からない。でもこの公演を見に来る可能性が少しでもある限り、私は歌わなければならない。あの人にさようならを言うにはそれしかないんですもの。分かったよ。君が本当にそうしたいなら待つことにしよう。それに多分そうするのが一番いいんだろう。僕も君があの男に別れを告げるのを聞くべきなんだろうね。そうすればこれからの人生、君が本当にただ、さようならを言うつもりだったのかと思い悩むこともないから。それはあなたの答えなのですか。復讐を思う存分遂げられた今、あなたは満足しておられるのですか。神様、あなたはこれで満足だとおっしゃるんですか。そびえ立つオペラ座の屋根の頂上、眼下には素晴らしいパリの街が広がっている。ここから落ちて助かる者はいない。人々が見つけるのは黒いマントに包まれた赤い肉の塊だけだ。姿もわからない。誰なのかも。ただ身を翻すだけでいい。この世の中には他にも偉大な主はいるのです。あなたを必要としなくなった今、
私の目の前には何千という小さな悪魔たちが黒いろうそくを灯して地の果ての道を照らしてくれています。今こそ私は変身を遂げなければならない。不死鳥が灰から生まれているように、暗くそびえるような影に不吉で全能なオペラ座の怪人になるのだ。